ポケモンカード GB 前回の続きからプレイしていきましょう。さて、前回地獄のピカチュウデッキに勝ったところですね。強すぎだろ。高橋さん、さっきから何やってるんだろう。普通の名前ばっかりだな。ん？ポケモンカードの対戦ならいつでも受けて立つぜ。トシヒコ勇者みたいな名前してんな。普通の顔だ。これあれかな、なんかスタッフの顔とかモチーフにしてんのかな。さて、おリザードもいるけど火、炎がねえ。だったら一回ピカチュウ出しとくか。ピカチュウ出して、で人影出して、オッケー。ちょっと今回はまずい気がするな。引きがあんまり良くない。先行です。一枚引いて、これリザードンまで。なんでサンダーとか普通に使ってくんだもんな。でも4でしょ、結構重いよサンダー。大木戸か。大木戸使うのはな無理か。とりあえずピカチュウに貼って、技でいいか。技でいいな。電撃かじる。90もあんだもんなあいつ。3段につけました。あいつ本当にクソ重なんだけど。あいつあんまり考えてなさそうだな。ピカチュウに貼って電撃。いいよ、もう銃食らう。あ、いい子だ、このピカチュウは。いい子だ。ベンチに出しました。エネルギー、もうサンダー諦めてやがる、こいつ。雷ばっかりだな。出す、人影。違う。リザードに進化させといて。リザードンが全部、あれだよね。炎に転換できるし、リザードも、あれだよね。無色で技打てるから、それでやっていくか。技、電撃。頼むぜ。まあいいよ、10ぐらい。こいつどうせ打てねえもん。はい、オッケー。サンダースに進化。そうだよな、電気だもんな、ここな。サンダーを使うことはもう諦めて、また大木戸かよ。やばいな、これ。リザードンに進化。で、手札。はい。リザード。あ、リザードンにするんじゃなかったな。しまった。間違えたぞ。これでも、いや、次エネルギー。いや、1枚ぐらいだったらいいか、これもう。大木戸使っとこう。大木戸がもう、2枚トラッシュに落ちてんのきついな。ケンちゃん。ケンちゃん出しとこう。で、ガーディも1体出しとこう。で、技、電撃でとどめ。ナイス、ピカチュウ。ナイスピカね。パソツ。お、いいね。ベンチに出しました。よしよしよし。まあ、火は入らないけど、ダメージはいくつ入る？はいはい。炎エネルギー。よしよし。炎エネルギーを、リザードに手張り。で、どうしようか。使うか。パソコン通信。遠エネと、選ぶ。ガーディーで、何持ってこようかな。特にこう、持ってきたいもんがあったわけじゃないんだけど。そうだな。まさきにするか。
で、まさき使います。同エネとまさき。よし。まさき。永久期間まさき。まさき。マジで永久期間じゃねえか。まさき。相手からしたらなんだこいつってなるよな。どんだけ持ってんだよって。人影をベンチに出しました。で、手張りをしたから、電撃で、次落とされるな。まあ、しゃあない。山札からカード1枚。重いな。サイドを取られる。リザードン使うのもったいない気もすんだよな。もったいないっていう言い方もあれなんだけど。ガーディ、炎、にえねか。人影使うか。手札。炎を、人影に、つけて、技。引っかくで、とりあえずコイルを、コイルにとどめなさそう。オッケーオッケー。これでサイド1枚取れて、サンダースが出てくる。サンダースでも、エネに行こう。電光石火。あー、追加とかあんのか。30か ?30 だな。30ダメージ。もう次死ぬ前提で動くか。リザードで延命したとてな、攻撃できなかったら意味がないんだよね。だったら、火の粉で、いやでもな、ちょっとダメージ食らわしたとてあんまり意味ないよな。まあ、リザードンだったら一撃だもんね。そう考えると。だったらもう、あれか。リザードンに、かけるか。技、引っ掛け。いや、なかなかカード1枚引きます。サンダースが、どうせっか。確実に表出してくんだもんな。サイド1枚取られる。オッケー、リザード。メロリンガ君が来てるけど、とりあえず出しとっか。で、手張りで、やっといて、特殊。エラジバン。よし。これで、炎の渦。選んでっていうのが本当に。オッケー、これ200ダメ。次のターンなんか変なことをするやつが来なければ勝てるな。うわ、こいつだったらいけるな。でエネルギーもついてないもんな、ね、今。かじるしかできないだろう、どうせ。勝ったね。1枚引きます。サンダー。手札から、同エネを手張りして、で、特殊、エナジーバーン。エナジーバーン優秀だな。ほい。オッケー、これで、終わり。すべて取り終えた。トシヒコとの対戦に勝った。負けちまったぜ。まあ、しょうがないな。お、ポケモンコロシアム。傷薬が増えた。あ、ポケモン入れ替えか。って感じだな。サンダー、パウアウ。リザード。リザードが増えたか。オーキドも増えてるし。ちょっと使うか。対戦ならいつでも受けてたっつって。また来いよ。オッケー。ありがとな。デッキを変えていこうか。入れたいのが、リザードが本当に強いんだよね。リザード増やして、ガーリーとインディーなぁ。ブーバーいる？ブーバーいらんか。
減らして、で、大木戸を増やしたい。大木戸を増やして、まさき減らすか。ポケモン入れ替えがどれぐらい。いや、でも何個は入れときたいよなぁ。パソツ。パソツ削るか。あんまりちゃんと使えてない感じがするんだよね。で、糖エネルギーを削って、炎増やそう。こういう感じにするんだったら、これ減らして、こうしといて、サンダー、いらないわ。重いんだもん、こいつ。サンダー削ろう。サンダー削って、コイルもいらんでしょ、もう。で、その代わりに、サンダースを入れて、EV って名前ある ?EV 次第なんだけど、適当に入れちゃったけど、EV2 枚か。EV2 枚だったら、サンダースを、とりあえず、2枚にして、ピカチュウ、レベル14のピカチュウってなんだ?スパーク。相手の控えポケモンが、相手の控えポケモンがいれば、1匹を選び、弱点抵抗力関係なく10ダメージ。あ、でかいね、こいつ。いいね、いいけど。いいけど。でも30ダメージあんのなぁ、こいつなぁ。こっちもまあ30ダメージといえば30ダメージか。HP がちょっと高いのか。どうしよう。だったら1匹ずつ入れとくか。これでいこう。はい。ということでじゃあ、次回、こいつと戦っていきましょうか。それでは、教えていきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。